ウルティマはコミュニティエコシステムの発展に貢献したパートナーに対して寛大な報酬を提供しています。ここでは皆様にインフィニティボーナスをご紹介します。これはパールランク以上の全てのパートナーが利用できる驚異的なボーナスで、パートナーの全ての購入に対して全体のオフカスト幅から最大 31% を受け取ることができます。インフィニティボーナスの額はあなたのランクによって異なります。ランクが高いほど収入も高くなります。パールランクでは構造内の全ての購入金額から 1% のインフィニティボーナスを受け取ることができます。サファイアになると 3% の権利が得られます。ルービー 5%、 エメラルド 10%、 ダイヤモンド 20%、 ブルーダイヤモンド 21%、 グリーンダイヤモンド 22%、 パープルダイヤモンド 23%、 レッドダイヤモンド 26%、ブラックダイヤモンド 27%、 ウルティマダイヤモンド 28%、 ダブルウルティマダイヤモンド 29%、 トリプルウルティマダイヤモンド 31%。 素晴らしいインフィニティボーナスを受け取るためには資格条件を満たす必要があります。最初の3本のラインでの売上高が月に5000ユーロに達する必要があります。またパートナーの足の比率も考慮されます。第1足、パートナーの売上高の 50% を超えない。第2足、売上高の 30% を超えない。第3足、残りの 20%。 異なるランクのパートナーがいる場合、上位のパートナーは彼らのエドから差額だけを受け取ります。例えばあなたがブルーダイヤモンドであり、最初のラインにダイヤモンドがいる場合、彼から 1% を受け取ります。 21% から 20% を差し引いたもの。ダイヤモンドパートナーがブルーダイヤモンドランクを獲得すると、そのパートナーに対してインフィニティボーナスを受け取れなくなります。グリーンダイヤモンドランクを達成するまでです。もちろん達成します。インフィニティボーナスは最大速度で成長する理由です。インフィニティボーナスは BSP トークンで支払われ、これを保持することでウルティマから日々の報酬を受け取ることができます。ウルティマビジネスのすべての機会をインフィニティボーナスで活用してください。成功と迅速な成長を祈りします。